んこんにちは。はい、コンボさん。いかがお疲れ様です。はい。人間社会学科以外の方々も、特にこれからもよろしくお願いします。素晴らしいです。先生も東京を帰っても、静岡の応援をお願いします。応援します、大好きだから。マナと話し方の授業あって、みんな素晴らしい発表とか、周りにいたらちゃんとしっかり当たり前のような、感じますけれども、私はマナーというのを、新しい文化を学んでいるような感じに似ていますよ。いくつの特徴、ところが。マナーの実際キャラ。じゃあ、私がいた口は、ちりとりでございます。はい。ちりとりとは、室内または室外の、掃除の際にゴミやほこりを集めるために使う道具です。え、鳥じゃない三つ手で高さが470mm の銅板の鳥に右が掃除をしているところで、また長い金の、ついた軽いプラスチック型のチルトリや安価になっていることがあります。チルトリ、チルトリと、鉄道とチルトリが一緒のタイプでありますが、ほうきがチルトリにぴったりと落とまれます。ゴミ受け部分がドーム型の、鉄道チルトリは風を吹かないでゴミを飛ばないように、進めることが特徴です。その他にもゴミを受けている部分はの方がゴムやつける床面に、フッと しやすく細かなゴミを流さないようにチルトリなどをさまざまなタイプのチルトリがあります。3つの手型のチルトリは、山崎生産が楽天市場の、人気だそうです。文化チルトリの文化なんですけれども、日本に特徴の習慣や考え方などをさまざまなあり、それは世界中の人々に共通しているそうです。それを文化ということですが、一体皆さんは文化といえばどのように、定期がなされているのでしょうか。また文化という言葉のつくものについてはまとめたいと思います。文化という言葉は到底つもなくいろいろな意味を持っていることです。人気が人間が生まれてきてから学ぶことができるものがあって、集団が創造されて、計上しているまたは計上しているものであります。私たち学生たちは主に文化祭や活動を行うことに目的にしていることでも使い広がっていることでもあります。最後に私のちりちゃんです。もう何年前から使っているか忘れるほど毎日使っているちりとりです。最近ちりとりを買いました。アルバイト先をちりとりが穴が開いてしまいゴミが落ちてしまっているところもあり、新中することがありました。同じ方の新しいちりとりはちりちゃんという名前が書いてありました。穴を開いていることも、ありまして、先端の
kumaka na gumiya sentan na gumiyo amni nemo hirogar e atsumarimas kaisu suru koto de saikin kono subarashi chiri chan wo daiji ni tsukau to omotte imasu. 以上です。はい、頑張ってね。